加工乳は、生乳を主原料とし、低価格の実現を目的として、脱脂粉乳、クリーム、バターなどの規定された乳製品を加え、消費者の嗜好に合わせて加工されたもの。食品衛生法に基づく、土及び乳製品の成分規格等に関する省令、及び厚生取引委員会の認定する業界団体である、全国飲用牛乳厚生取引協議会が定める。 飲用乳の表示に関する公正競争規約で規定されている。乳製品以外の成分が加えられていない点が乳飲料と異なる。成分調整牛乳では製品の原料となる牛乳から分離した脂肪分などをバターやチーズなどの加工品に転用できる分だけ牛乳よりも価格が安くなるが加工乳ではさらに脱脂粉乳やバターなどを混ぜることができるため 一層の低価格化が実現できる。製品パッケージには加工乳の表示が義務付けられているが、ミルクという表示など一見すると無調整の牛乳と見分けがつかないものが多い。雪印集団食中毒事件発生前までは一定の成分を満たしていれば商品名に牛乳と命名することが可能であったが、発生後の2001年に厚生競争規約が改正され、 商品名に牛乳は使用できなくなっている。ありがとうございます。